松本英子マイストーリーユアストーリー、後半もユアストーリー、東電化工業の若手社員の方にインタビューをしております。それではどうぞ。お名前をお願いします。竹下龍太郎です。今年の4月に入社しました。はい、もう入社してほやほやという感じですが、はい、どうですか、お仕事は慣れてきましたか？まあ、だいぶ慣れてきて、おいい感じ、はい、今おいくつですか？今22です。22、今考えましたね22、あ、ということは学生さんから就職、はい、あ、新卒でってことですか？あ、そうです。そうなんだ。もともとじゃあ学生の時っていうのは専門っていうか何をやってたんですか？機械系のことを。機械系ってことは 理数系ってことですか？そうですね。そうですねみたいな。もともとそういうものに興味があったってことですか？あ、そもそもなんか結構高専入る前からゲームとか好きで、うん、それでなんか機械系のことをやりたいなっていう。あ、今うちの息子が高校2年生なんですけど、まさにやっぱりゲームとかそういうのが好きで、で理工に行こうとしていて、でなんか情報ね、今理工って言ってもいろいろあるんで、情報とか、ね、AI とかね、いろんな分野があるんでそっちに進もうって思ってるみたいなんですけど、やっぱりそのゲームもすごいいっぱい種類あるじゃないですか。はい、その好きなゲームって何系なんですか？一人称のシューティングゲームと、あとモンスターハンター。出ました、モンハン。モンハンだけは知ってますがやったことはないです。あ、そうなんだ。モンハン好き。モンハン好きです。本当に。いや、なんか一人称 のシューティングっていうのは、はい、ただもうひたすら何ですか、自分ってこうなんていうの、どん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 進んでいくというか。いや、オンラインのバトルロワイヤルとかが好きで。へえ。なんかそっからサバゲーに行ったりはしないんですか、リアルな？ちょっと行きたいなとはずっと思ってて。やはり絶対そういうのをゲームで好きな人って絶対サバイバルゲーム行くよなって思ってたんで、やっぱりそう興味があるんですね。はい、でもまだ手は出してない。高いんです。あ、そうなんだ。結構なんかカスタムとかしたりしていくと高くなっていくらしくて、その例えば装備とかエアガンのそのパーツ買ったりとかすると高くなっていって、はい、うーんってどうしようかなみたいな。あ、だから調べてはいるってことですね。結構前に調べて、それで高いなってなって断念してます。あ、そうなんだ。でもなんかリアルも楽しそうだなっていう気がしますけど。モンハンか。その楽しさってどういうところなんですか？私本当にゲームがなかなかなんかできなくて、もうスーパーマリオで止まってる人にファミコンで止まってる、かなり化石みたいな人なんで、ちょっとそのゲームの良さっていうか魅力ってどんなとこですか？やっぱりその自分でなんかどうやったらうまくいけるかなとか、うん、どれぐらい早くモンスターを狩れるかなとか、そういうことを考えたりして、うん、武器とか装備とかを集めたりするのが楽しいです。すごいですね。こうやってでもオンライン上だと、オンラインでつながる人もいるってことですか？そうですね。おお。あ、じゃあ全然知らない人だけど一緒に対戦したりとか、はい、っていうこともそこから友達になることもあるんですか？まあなったりする時もあるんですけど、うん、大体その本当に毎回同じ人とかじゃないんで。ああ、そっか。その都度タイミングが合う人とどこかでつながってるみたいな。へえ、不思議。すごいですね。初めましてだけどってことですもんね。面白い。ちっちゃい頃からゲームやってたんですか？小さい頃からやってたんですけど、はい、そのネットで
オンラインでやり始めたのが本当に高専入ってからなので、それまではずっと一人でなんかオフラインで、はい、そのストーリーモードとかやったりしてて、うん、じゃあもう一気に花開いたんですね、高専入ってから世界が広がって、はい、なんかあの私昔実はゲームの音楽を担当させていただいたことがありまして、あのロールプレイングゲームですかね、サモンナイトというシリーズがあるんですけど、もしよかったら調べてみてください。了解です。あのサモンナイトシリーズでクリアしないと聴けないエンディング曲を歌わせていただいてまして、なんで私自分でクリアできないじゃないですか誰かにクリアしてもらわないと聴けないっていう、もうなんかそういう、まあ、オープニング曲エンディング曲ってあるんですけど、私大体エンディング曲担当なんで絶対クリアしないと聴けないっていう、まあ、だからこそ達成感があって思い出に残るとも言われたんですが、なんかそういう楽曲も担当してまして、ちょっとよかったらやってみてください、はい、ちょっと何の媒体でできるかもうそのゲームがあるのかさえもちょっとわからないんですが、あの伝説のゲームと言われてるのでよかったらお願いします、はい、絶対やんないでしょ絶対やんないでしょ、だとサモンナイト覚えてくださいね、はい、ぜひねさて今後なんですけれども、まあ、お仕事の部分だったりとかプライベートでこう、まあ、やってみたいこととか、まあ、こんな風に自分なっていきたいなとかこう思いがあったら教えてほしいなと思うんですけど、仕事は本当にもっとスムーズに検査できるようになっていきたいです、うん、はい、うんうん、まあその来年の2月にモンハンの新作が出るんで、ちょっとそうなのね、それが楽しみですすごい、じゃあちょっと来年も楽しみしつつ、ちょっとサバゲーもデビューですねしたら広がりますんで、あのちょっと東殿下の中でもしかしてサバゲーやってる人いるんじゃないかね、調べたらきっとね、そんな仲間もできると思うんで、これからも応援しておりますので頑張ってください。今日ありがとうございました。ありがとうございました。今週は竹下龍太郎さんにお話を伺いました。ゲームが本当に大好きなんだなということで、ほとんどゲームのお話で盛り上がってしまって、まあ、私があんまり詳しくないのでもっとね深掘りできたらよかったんですけれども、いやでも聞いてみないとわからないことって本当にたくさんあるなと思うんですが、これからもお仕事にそしてゲームに、楽しみながら頑張ってほしいなと思います。さあ来週以降も東電化工業の社員の方にお話を伺いたいと思います。どうぞお楽しみに。栄光松本 My story, your story。 松本栄子 My story, your story、 いかがでしたでしょうか。さあ、まず私松本栄子のライブ情報をお伝えしたいと思います。11月の16日浜松へ行きます。25周年記念のですねアコースティックツアーということで、ギタリストの大西雄介さんと初めて浜松に伺います。その翌日11月17日は名古屋です。こちらはシンガーソングライター大石ゆりかさんが、サポート、そしてゆりかさんの歌も聞くことができます。ミュージックボヤージュです。ツーマンで行いますのでね、ぜひ遊びにいらしてください。さらに12月の7日は奈良県へ、こちらもギターの大西雄介さんと伺います。奈良在住のバイオリニストそしてピアニストのお二人、野上夫妻をお迎えして豪華にこちらもお届けしますので、チェックしてください。そしてですね、来週以降もいろいろお話ししたいなと思うんですが、ブラブリッツ秋田11月10日ホーム最終戦がございます。こちらも本当にみんなで、応援していきましょう。応援の声というのは選手たちの大きな大きな力になります。みんなの生声でスタジアムで大きな声で一緒に応援しましょう。その他私松本栄子の情報など、ホームページそして SNS でもチェックしてみてください。
それでは松本英子マイストーリーユアストーリー、この番組は東電化工業東商事がお送りしました。巨人の教え。